本当にうちは一族なのか。そうだ、お前は弟の仇の一族を信じるのか。そう、念のためにわしと扉間もつく。分かったな。早速だよ、まずは挨拶代わりの水切りから行くか。悪い、今日ダメだ、急な用を思い出してよ。このスピード、逃げ切る気か。のようだな、内葉田島。それから伊豆名だな。戦術など、内葉田島はほぼ同じ力だということが。やめろ。一瞬の心の乱れが隙を生じ、それが生死を分ける。つまり、どちらが先手を取るかで勝負が決まること。柱魔よ、なんぞ。俺たちの言ってたバカみたいな絵空事には少しの間だったが楽しかったぜ。柱魔は俺より強い。このままやればこっちが負ける。兄さんに強い子供が本当は諦めちゃいねえよな。お前はやっと俺と同じ。お前は先住だからさ、お互い腹股は見せる必要もねえだ。俺はうちはまだだ。代わりにいいものをこちらは手に入れられたようだ。その時シャリンガンの海岸が何を意味するか俺には分かった気がした。気づけば俺たちは互いに一族の長になり、成し遂げたかった夢から一番遠いところにいた。決め神経。柱魔、もう終わりにしよう。さあ、ダメだ兄さん、こいつら一族に殺されたの忘れたの。そしてその頃、マダラも変わったんだ。その目、伊豆名はどうした。内葉を守るなら、もうこんな戦いはやめようぞ。知らんな。やめろ、マダラ。もう戦いは無意味だ。貴様たちが殺したからだ。黒人の術、俺たちは友達だった。腹渡を見せ合うことなんて。柱魔、マダラ。一日続いた戦いの末、マダラは初めて地面に背をつけた。マダラ、終わりだ。待て、ヤマ、いっそ人を思いやれ。柱魔、おそらくお前をやれば、お前を慕う若い内葉の者がまた暴れ出す。俺たちは約束したじゃないか、いつか二層の里を作るって。ここに俺たちの集落を作ろう。そんなバカなこと言ってんのお前ぐらいだぞ。今の俺にはもう兄弟は一人もいねえ。どうすれば俺たちを信用してもらえる。それではいこうだ。そうすりゃお前ら一族を信じてやる。言ってることが無茶苦茶だ。どうするんだ兄者、この俺を殺すのか。ありがとうマダラ、お前はやっぱり情の深いやつだ。いいか扉間、俺の最後の言葉としてしっかり心に刻め。兄者、皆の父とまだ見ぬ孫たちにかけて誓え。もういい、お前の腹渡は見えた。そして俺たちは里作りを始めた。覚えてるか、ガキの頃にここで話したこと。子供がちゃんと強く大きくなるための訓練する学校を作れ。子供を激しい戦地へ送ったりしなくていい集落だ。悪くはねえな、だったら決まりぞ。ああ、その集落作ったら。あれはただの夢の話だと思ってた。火の国を守る影の忍びの王さ、名をほかげ。どうだ、もうお前に兄弟はいないが、この里の忍びたちは皆お前の兄弟だと思ってほしい。河原間ここへ来るのはまだだったっけか。お前もそうだったりしてな。だった。いや、一人だけ弟が残ってる。気合神経。弱気になってる暇なんてないぞ。内葉に戦場はもちろんとして、そろそろ里の名前も決めないとな。
何か案あるか。この葉、学園の里ってなっておかげとどう違うんだ。こらてか、まだ治ってねえのか、その落ち込み癖。そのほかれてのは里にずっといて、みんなを見守る役目ってことだ。だからお前のでかい顔をこの足元の岩に掘る。てめえの情けねえ落ち込みが泳いつってましてろ。そんなに情けないぞ。こんなところで何油売ってる。火の国の大名たちが階段に来る頃だぞ。何を勝手なことを。マダラを王者の候補として推薦するまではいい。うちはマダラが王者に選ばれることはまずない。みんなわかってる。それにアニザはうちはの噂を知らないのか。これからの里にとって。そういう言い方はよせ、鳥玉。ここに誰かいたような気がしたぞ。鳥玉、お前ならわかるだろう。これからは民主的な運営をやっていく。意義はあるか。そして俺は初代ホカゲとなった。戦乱の世、忍びと忍びが命を取り合う一族同士の対立から、それがこの花暮れの里だ。これは宇宙に代々伝わる石碑。一つの神が安定を求め、陰と陽に分局した。つまり相反する二つの力が協力することで本当の幸せがあると歌っている。鳥山のことは俺に任せてくれ。お前なしではやれない。お金の右腕として。そうなれば宇宙はいずれ消されていく。マダラ、弟も守れなかった。そんなことはない。みんなすぐに。あの時お前に弟を殺せと断定するべきだったのか。俺はお前のことをよく分かっているつもりだ。これ以上は無理だ。協力とはいわば静かな争いでしかない。この世はただの余興と見る方がまだ健全だ。俺の話を聞いているのか。マダラ、お前との戦いを楽しむさ。お前は見えないのさ。さらにこの先が、先の夢が。導き役としてお前の力が必要だ。上役としても。つながりなどない。そしてお前には決して届かない。そう言ってマダラは里を出た。二人で届いた場所、マダラと俺が望んだ里にマダラはいなくなった。火の国で始まったこの花暮れの里と、里を治める王者というシステムが、土の国には岩隠れの里が起こり王者を土影と名乗り、風の国には砂隠れの里が起こり王者を風影と名乗った。忍びの子供たちも戦うことではなく学ぶこと、遊ぶことを知り、今までのことを、俺たちの努力を無駄にするのか。マダラ、お前に俺の、俺はお前を殺したくない。仕方ない。うわ。